じめまして、お久しぶりです。パラドゲーコメンテーターの瑞穂です。突然ですが、皆さんはビクトリアというゲームをご存知でしょうか？パラドゲーって何？ビクトリアって何？調べてみました。ビクトリアは、スウェーデンの偉大なるパラドックスインタラクティブ社により作成された歴史シミュレーションゲームです。1836年の世界地図から一国を選択してプレイし、波乱万丈の100年を生き抜きましょう。本作は産業革命時代の社会経済、帝国主義時代の政治外交に重点を置きます。明確なゴールは設定されておらず、世界の覇権国家を目指すもよし、孤立主義でコツコツと経済を育成するもよしです。ただし歴史は弱肉強食です。長らく新作が発表されず、ビクトリア3はネタと化していましたが、なんとこの度10月25日に発売することが決定しました。通常版も1390円、特別版8690円らしいです。買おう。バイ。